皆さんこんにちは、直しです。今日は、人生2回目の、ゴルフということで宇都宮カントリークラブに参りました。天気は曇りということで、最高の天気でこれから、やっていきたいと思います。前回、1回目スコア155でした。今回目標145ということで頑張っていきたいと思います。レッツトライ。一発目おい、前半ホール終わりまして、スコア68。だから後半頑張っていきたいと思います。ラスト9ホール目、これを入れたら終わりです。宇都宮カントリークラブに、行きました。人生2回目のゴルフ、前回スコア155から、今回なんと
122でした。33、スコア下がりまして、まあ、前日500球の、猛特訓した成果が現れたんだと思います。次目標120以下ということで頑張っていきたいと思います。楽しかった、頑張ってた、応援してくれた方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃまたね。お疲れ様。